はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私スターバックスのホームページに来ております。と言いますのも、スターバックスからアナウンスが出ておりまして、これですね、スター付与遅延のお知らせというアナウンスでございます。システム障害のため一部のお客様でスターの付与が遅延していますということなんですね。まあ要するにポイントシステムですね。スターズっていうのはポイントシステムなんですけど、スターバックスカードを使った場合ですね、その利用額に応じて、ポイントが付与されると。そのポイントの付与に遅延が生じてますよというお話です。これね、実は私のスターバックスカードでもですね、ポイント付与に遅延が生じてます。私ね、利用しててポイントが増えないことに気づいて、であれおかしいなと思ってホームページ見たらこういうアナウンスが出てたんで、あ、まあ大丈夫なんだなみたいな、自分の妄想ではないんだなという、被害妄想みたいなね、ではないんだなみたいな感じで、まあほっと一安心したわけなんですけれども、まあちょっと面白いんでね、こういうこともめったにないことですんで、まあどれぐらいですねポイントが不足しているのか、ちょっと調べてみたいと思います。テキストエディターを使ってね、データを整理しながらやってみたいと思います。はい、じゃあマイスターバックス行ってみます。はい、来ました。そうするとですね、ここですね、スターバックスリワーズというコーナーがございますね。はい、ここでまあ一応91点私は持ってますよというお話ですね。でまあ150点貯めたら700円分のドリンクが飲めますという感じなんですが、まあ、なぜ今91点持ってることになってるんですが、これは多分間違ってますよねということなんです。はい、管理画面に行ってみます。スター獲得履歴というのを見ることができるんですね。はい、これで見ていくと、こう獲得したスターズの履歴が出てくるんですが、これずっと見てみますとですね、ここですね、はい、来ました。8月11日にですね、私150スターズ利用してるわけです。ここでだからなんかドリンクを私もらってるんですね、700円分。でな、まあここで全部使い切ったとしても、じゃあここから1から貯めれるわけですから、これ以降ですねのスターズを合計すれば、私が少なくとも何点持っているはずかみたいなことは調べられるんじゃないでしょうかというお話ですね。はい、ということで、これちょっとね、このままとりあえずデータをコピーします。コピーしてテキストエディタに貼り付けます。まあ、テキストエディタ、これですね、スコットエディターというのを、まあ、とりあえず今回使おうと思うんですが、ここに貼り付けます。するとですね、ホームページだったら見やすかったデータなんですけれども、まあ、テキストにするとこういうちょっと分かりにくいデータになってますね。けれども、まあ、ここでいるデータは何かというと、まあ、本来ね、この 6.5 っていう獲得したスターズの数字だけでいいんですけれども、まあ、一応カード末尾番号と、この利用店舗と日付、まあ、この辺はね、有用なデータだと思うんで残します。はい、まあ、いるデータだけ残しつつ整理するわけなんですけど、具体的にはね、コンマ区切りテキストというのを作っていきたいと思います。いわゆる CSV ファイルというデータベース形式ですね。はい、じゃあまずですね、じゃあいらない部分、ここまでいらないわけですから、これをコピーします。ちょっとコピー、ショートカットでやります。これね、コピーします。はい、で検索、一応ちょっとこう、ここですね、検索でここにペーストしてやるとこういう形になるわけですね。これをコンマ一文字に置き換えてしまうと。はい、これで置き換えました。 6.5 コンマでカードの末尾数字ということですね。
同じことをこの括弧閉じもいらないです。括弧閉じと鍵をこれもいらないですから、ここに貼り付けて整理してみます。あとまあ利用店舗なんですけど、幸いこの場合ね、この何々店、神戸急居留地店、メリケンパーク店みたいな感じでね、三宮行田清水店、まあ、店という文字が全部使われてますんで、店開業の部分を店開業なしコンマにすればいいわけですね。はい、そうするとこういうふうに割と綺麗になりましたね。でもうこの8月はとりあえず取ってしまいましょう。でこの利用の行なんですけれども、ここもまあスターズ利用 E チケット交換とかこれいらないんで、いらないと。で、まあ、この会議ももちろんいらないということですが、とこのコンマが1、2、3個あるわけですから、コンマを3個打ってやると、まあここでな、ですね、縦の列が日付並ぶんじゃないでしょうかということですね。はい、じゃあ一番上に一応項目ですね。はい、ポイント数とポイントにしときましょうか、短い方がいいから。はい、でコンマ、カード末尾番号、はい、コンマで利用店舗、はい、コンマ、はい、と開業が入ってた利用日とこうしましょうか。それでですね、まあ一応これね、獲得ポイントと利用ポイントが入り混じってるようなところがあるんで、これを整理しておきたいと思いますね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、この開業をまず置き換えていきます。開業のところですね。開業、じゃあ獲得にしましょうか。獲得コンマ、こういうことですね。こういうふうにして全て置き換えますとですね、よっと、こうですね、こういうふうに1列目に獲得というのが入ります。でまあ最後の今日これはもう手作業で利用としましょうか。でこれ列の数を合わせるためにポイントの前をにコンマを入れてやると、こういうことですね。はい、これでいかがでしょうか。はい、まあこれでデータベースとしては揃いましたんで、まあ、これ何、あ、ごめんなさい、ちょっと前後しますけど、何が重要かと言いますと、この1行 にあたってなんですね、このコンマの数が揃っていることが大事なんです。これは4つありますよね。1、2、3、4つ。まあ、これ、各行4つ、1、2、3、4と。コンマとコンマの間がデータになるわけですから、コンマの数が同じということが、大事、同じことで列が揃うということですね。はい、ちょっと余談でございました。これを保存します。はい、スタバ、CSV とこれで保存しましょう。保存できましたと、デスクトップにファイルが来ましたね。はい、でこれをダブルクリックしますと、デフォルトで Mac の場合ですね、Numbers という表計算ソフトが、立ち上がります。これはもう何でもいいです。Excel でもいいですし、なんか Google なんとかみたいなやつでもいいと思いますね。であとは簡単ですね。この行の下に、まあ、挿入表、あ、表、行を下に追加。はい。で、ここに挿入で数式で合計でいきましょうか。とりあえずね。はい。これで、まあ、123と。この
からここまでの合計の値がここに出たわけですね。はい、ちょっとね時系列を言うと本当はね一番上にこの合計がある方がいいのかもしれないですけど、まあまあそれは許してくださいということです。はい、まあ、91ね、さっきこのスター獲得見るとこれ91しかないかったんですけれども、計算してみたら少なくとも123点はあるはずなんじゃないでしょうかというお話でございました。まあね、そのうち治るということなんで、それを楽しみに待ちたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。